だからアバターも見えないしコメントも見れなくて、そうなんですよ。クリピーナッツさん聞いてましたね。その昨日めっちゃしてて心細かったです。なのでちょっと今日はちょっと、まあ、もしあの今日ももしバグがなんかあっちゃった時にどうしようと思ってちょっとあるネタを持ってきました。それでは何だと思いますか。そうテロップは出たってそう教えてもらってよかったです。ビデオレターでした。川島さんはクリピーナッツさんをねすごい聞いてました。一人喋りめっちゃ緊張しました。そう今日はちょっとこちらを持ってきました。ビューシューバーンチュッパチャップスチュッパチャップス。こちらのチッパチャップスは一見何の変哲もないチッパチャップスに見えますが、実はこちらはチッパチャップスサプライズという名前でして、こちらのチッパチャップスはなんとカプセルになっていまして、中にはなんと集めて楽しいフィギュアが10種類入ってます。10種類の中から1個入ってます。イエーイ。はい、そしてその入っているフィギュアはどういうフィギュアかと言いますと、私の大大大大大好きなサンリオのサンリオさんのフィギュアが入っているということで、なんとこちらにはキキララが入ってます。入ってる可能性があります。キキララは2人なのでなんと5分の1がん嘘ですね、え5分の 1?5 分の1でなんとキキララが出るということですね。はい、なのでちょっとこちらはかなり希望があるんじゃないかと思い買ってみました。多分中身は分かんないはず。え中身分かるかな。えこれ中身分かるやつだったら恥ずかしい。ちなみになんかちょうどなんか3個だけあったんですよ。なんか3個だけあったらもう買っちゃう買っちゃえと思って、ちょっとなんとこちら今日3個買ってきたので、つまり可能性がね3倍になったっていうことですね。分かりますか。すごいですね。10分の3、んちょっと計算もめんどくさいんでやめとくんですけど、確率が当たったということで、なんと。ちなみに私は配信で開けるとかなりの確率で、あの今まで好きなものを出してこれたんですよ。そうなんか CD の時もなんか生写真でさきさんが出たりとか、あとシルバニアファミリーの開封をした時もちょっと私の欲しかったシークレットのカワウソが出たりとか、なのでちょっと今回もちょっとね当てていきたいと思います。それではさばいてく、早速1個目を開けていきたいと思います。初めてちょっとチュッパチャップスサプライズってやつを見て、なんかそんなのあるんだと思って、なんか普通に何このチュッパチュッパス大きいと思ったら、そういうなんかやつでした。あー開かないですね。開いた。硬いですね結構。いきまーす。でん。え、かわいい。かわいいですね。ちょっと開け方が。え、これどうやって開けるの？ちょっと待ってくださいね。あ、開いた。あ、ちょっと待って、見えちゃった。それでは1個目はジュ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 
パン。こんな感じでチュッパチャップスと一緒に入っていたのは。あ、振っちゃった。ごめんね。ごめんね。なんと、ララちゃんが出ました。惜しい。ちょっと見えないですね。サッカーボールを持ってるんですね。なんと髪型はポニーテール。かわいい。かわいい。サッカーやってる。サッカーやってるの？楽しい？かわいい。かわいい。なんかピンクだったのでマイメロちゃんかなと思って最初。ちょ、マイメロちゃんか、こんな感じでね10種類あるんですけど、マイメロちゃんか、なんかなーってちょっと思ったんですけど、ララでした。嬉しい。かわいい。ちなみに今回のラインラップは先に言っておきますと、キティちゃん、マイメロディ、くるみちゃん、ケロッピ、ポチャッコ、シナモン、ララ、キキ、プリン、ボンボンプリン、バットバツマルくんの10種類になっております。なんか全部スポーツやってるんですね。キティちゃんは何これ、卵持ってる？あ、バレーボールを持ってますね。はい。そしてマイメロはテニスをやってます。クロミちゃんはラグビー、ケロッピはサーフィン、バツマルくんはバスケットボール、プリンポンポンプリンは空手をやってます。眉毛が凛々しいです。そう、ポンポンプリンですね。ちょっと言えないんですけど、あ、これはそうですね、ちょっと挑戦罰ですね。あのサンリオキャラクター総選挙の中でもかなりの、あの上位にいつも入ってる、まあスタメン挑戦罰様ですね。はい。あ、オリンピックだったからかな。確かにちょっとありそうですね、オリンピックのに備えてみたいな。シナモンは野球ですね。かわいい。これポチャコはなんかダンベル持ってます。はい、こんな感じでチュッパチャップスが入ってます。かわいいですね。いちご味。え、これでチュッパチャップス食べたらかわいい。あ、じゃあ新幹線はちょっと今回外れてしまったみたいなんですけど、ちょっと自作に行きたいですね。推しなので。かわいい。ちょっと閉まらないけど、ちょっと時間がねないかもしれないので、ちょっとやばいですね。ちょっとチュッパチャップさ、後で締めさせていただきます。続きまして、こちらもね早速開けていきたいと思います。いや、これでもうね危機が出ちゃったらね、ちょっともう終わりなんですけど、この配信の目的が。あと10分しかない。あ、確かにサム君は、ちょっと今回は自作に行きたいですね。ちょっとちなみに対象、さっき子供の夢をって書いてあったんですけど、対象年齢15歳なので、ちょっとちょっと前髪が割れちゃった。開かない、開かない。あ、行きます。え、待って、ちょっと待って、今青が見えた気がした。気のせいかな。青は木だけなんですよ。ちょっと行きますね。せーの、パン。あ、気のせいでした。リリシーって言ってたポンポンプリンでした。プリンくんでした。めっちゃリリしくないですか顔。空手です。もうちょっと次を早速開けていきたいんですけど、ちょっと、確かにまゆゆさんですね。確かに、あ、そういう目的ですね。確かに黒帯ですね。ちょっと結構実力者っぽいですね多分。それでは
続いて最後の1個、さばいていく。ちょっとケロッピとか言わないでください。いやケロッピも別に、いやケロッピは別に悪くない、ケロッピも好きですけど、ちょっと本気でちょっと聞きよう。それでは開けていきたいと思います。それではオープン、せーの。待って、バツ丸が見えた気がした。待って、かぶったかぶったね、そんなことあるそんなことある。かわいいからいいけど、かわいいからいいけども、まあ推しがかぶってよかったなって感じですねそんなことある、青でやったらよくないですよ。あれですね、譲るだら求む危機ですね、これは。いやー、まさかですね。ちなみに私前もなんかちょっと危機とララが出るガチャガチャをやった時に、あのララ出したんですよそんなことありますか。私なんかキキに愛されてないんですかね。なんでだろう、こんなにキキだけ出ることありますか。毎回なんかサンリオのガチャガチャやるととか全部キキ出ないんですよ、ララしか出ない。これめっちゃ可愛くないですか。まあ保存用と、出るまで回せば出るやん、それはそう。かわいい、めっちゃ。これは保存用と不況用じゃない、鑑賞用ですね。ちょっと、もし SKE のメンバーの方で、あの、サンリオでポムポムプリンが好きで、こちらの商品を買われて、あのキキを出した方がいらっしゃいましたら、ぜひトレードいやポムさんもねこれ結構好きなんですけど、ちょっとこの凛々しいお顔が好きなんですけど、いやもしあの本当にちょっとあのキキが出ちゃったで、あの出たなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらをあのキキにあの交換していただけるとすごく嬉しいです。また見つけたらちょっと買いますね。はい、なんかみんなやっぱマイメロとかシナモンが多いんですよ。であの今回キティちゃんが出たら池田楓にちゃんにあげる予定だったんですけど、いや池田さんはねちょっと多分こういうランダム性のあるやつは買わないんですよ。そう、こういうのだいたいあのキティちゃん出したりして、海外にいつもキティちゃん出たってなるんですけど、29ありがとうございます。肉、はい、こちら1個300円しないぐらいですね。なのでぜひ、あのもしどうしてもなんかあのそう、バツ丸くんとかが好きな方でも、バツ丸くんじゃないんですあれなんですけど、ちょっとこのキキのやってるスポーツは何なんですかね。これは多分コンビニとかに売ってます普通に。なのでぜひ皆さん
ちょっとこのキキのスポーツだけわかんない。何、ケリケット、クリケット、なんだっけ、なんとかなんとかみたいなやつ。何これ、なんかレンガ持ってるみたいな。あ、スノボ、スノボ、スノボですね、これは。はい、なのでぜひあのこちら、私はリトルツインスターズが大好きなので、ぜひあのリトルツインスターズ以外のキャラクターが好きな方でこちらを買われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ私に声をかけてください。はい、これからも買うんで。ぜひスケボーか、スケボーらしいですね。なのでぜひ皆さん、ちょっとキキが出るまでちょっと買います。次キキ2体出したらもうあれなんで、2組できて幸せってことで頑張ります。かわいいということで皆さん、今日29日目でした。ありがとうございました。ちょっとね、癒しを求めるために買ってみました。皆さんもね、ぜひ見つけた際には機器を出してみてください。はい、私は本当にキキララが好きっていうのをちょっと伝えたいんですけど、本当にキキララがすごく好きで、今周りにたくさんキキララがいます。はい、ということで皆さん、本日もショールームをご覧いただきありがとうございました。今日はね、ちょっと久しぶりに開封系のショールームをしてみました。どうでしたか。はい、ということで明日は30日頑張ります。30日目です、頑張ります。もう1ヶ月ね、切っちゃったんで、12周年までちょっともう頑張っていきたいと思います。ということで皆さん、本日もショールームを見ていただいてありがとうございました。明日はラジオです。ヨコニャンさんとの2じゃないよの放送日なので、ぜひまた送るんですけど聞いてください。ということで皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。結構あとまあ30秒ぐらいあるな。前髪が、バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさーい。